2018明治安田生命 J1 リーグは第3節です。県立鹿島サッカースタジアムから鹿島アントラーズとサンフレッチェ広島の一戦をご覧いただきます。カーベ広げた稲垣、鹿島の後ろから佐々木が来る、ターゲットパトリック、まさにパトリックですね。いやー本当です、迫力ありますね、ファウルになりましたけど、はい、青山のパスです。パトリック、カーベ、いやーいいコントロールだ。鹿島が遠いサイド入る、あー宮川狙った、シュートだったか、鹿島の飛び込みに合わせる低いボールだったか。カーベの良さ出ましたね、このファーストタッチのコントロール、ね、相手の前でね。土井らしい運びからスイッチ、金崎、ミドル来ました、小笠原、こぼれたまま中村あさか見せました、小笠原のミドル、少し距離ありましたけど横から来るボールだったんで少し難しかったですよね、はい、しっかりミートして枠というイメージあったのかもしれませんけど、これで足引いてクロスはフェイク、勝負をした、これは平尾、いやーっと和田が打つ、上がっていた和田がいました、右サイド広島先制、かなり、ね、右サイドで何度も攻撃仕掛けてましたけど、ミサオのパスですか ね、 ですね、小笠原に多分つなごうとしてちょっとね自陣でのミスだったんで、これ慌ててミサオ取りに行ったんでね、はい、このシュートウェイントで簡単にかわされてしまいましたね、慌てることなかったんですけどね。まずはここでペトロジュニオールに変えて鈴木優馬が入ります。また抜き、佐々木にプレッシャーをかけた、鈴木交錯 PK、 ガッツポーズ鈴木優馬、鈴木優馬らしいプレーですね、粘り強くね、前節に続いて途中から出てきて仕事をして、さあイエローカードが佐々木に出ました。
これでゲーム終了の笛、城福監督開幕3連勝、公式戦開幕4連勝、素晴らしいスタートダッシュを見せました。しかも浦和鹿島という難しいアウェーゲームでの連勝です。0対1、広島勝ちました。